雪。積もってるよ。あれ？今何時？びっくり。まだ2時くらいだと思ってたよ。一つだけ聞いていい？寒くない？これあげる。遅れたお詫びだよ。それと再会のお祝い。7年。そっか、そんなに経つんだね。私の名前まだ覚えてる？違うよ。私、女の子。私の名前、
お母さん、私の制服ないよ。時間ないよ。時間ないのにどうしよう。おはよう。ダメだよ。朝はちゃんとおはようございますだよ。おはようございます。早いね。今日までお休みなんだからもっと眠っててもいいのに。ふう、難しいよ。あ、そういえば時間と制服がないんだよ。そうだけど、でも。私の制服知らない？変じゃないよ。でも、ちょっと湿ってる。どうしよう。そんなことしたらシワになってダメだよ。そんな生活の知恵やだよ。そうだけど。でも私は部活があるから。私、部長さんだから。
やっぱり冷たいよ。肌に張り付く。お待たせ。全然良くないよ。一生懸命走れば間に合うよ。今日は冬休み最後の部活だから、昼過ぎには帰ってこられると思うよ。いいよ。私でよければ OK だよ。いいよ、それくらい。だってこれからこの町で暮らすんだから、ずっとずっとね。そうだね。あら？なゆき、まだいたの？もうこんな時間だけど、今から間に合うの？
100メートルを7秒で走れば間に合うよ。頑張ってね。うん。おはようございます。いつの間に起きていたんですか？朝ごはん食べますよね。私の朝ごはんは？もう少し早く起きたらね。お腹ペコペコ。今日は昼過ぎには帰ってこられるんでしょ？だったら昼は少し遅めにするから家族全員で食べましょう。うん。それでもうこんな時間だけど大丈夫？全然大丈夫じゃないよ。行ってきまーす。いってらっしゃい。気をつけてね。もう少し早く起きてくれると助かるんだけど。明日から大変ですね。ただいま。ただいま。お母さん、お昼の準備手伝うよ。